皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのお店でもとっても人気な水彩フラワーアートをすべて100円ショップの材料で作ってみたいと思います。とっても簡単なので、これからの季節ぜひ試してみてほしいデザインです。それでは始めていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、それではこちらのセリアジェルのベイクドピンクのカラーを塗ります。一度塗りライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にこちらのノーワイプマットコートを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、それでは次に使うのがこちらのダイソーから売られている白のアクリル絵の具を使っていきます。はい、ではこちらの上に水彩画アートをしていきたいと思います。まず用意する材料がこちらです。セリアさんで売られているペーパーネイルパレットです。あとこちら文房具売り場に売られている水彩用の筆です。はい、こちらのアクリル絵の具です。あとはお水を使います。はい、ではまずパレットの上にアクリル絵の具を出します。では水でアクリル絵の具を溶いていきます。少し水を多めに水を溶いていきます。あとはこちらキッチンペーパーを用意します。はい、ではお花を描いていきたいと思います。はい、では筆に絵の具を含ませて、まず中心を決めます。はい、ではこの中心に向かってお花を描いていきます。一旦こちらの筆の中に入っているお色をキッチンペーパーに含ませます。そして少しお水で洗って、この花びらの中の色を吸い取ります。はい、こんな感じです。はい、ではもう一度絵の具を筆に含ませて、この辺に花びらを描きます。そしたらまた筆の中に入っているお色をキッチンペーパーに含ませて、筆を少し洗って、このお花の中に入っているお色を拭き取ります。
は次にこちらに花びらを描きます。こんな感じに4つ花びらが描けました。次に花びらと花びらの間に重ねて花びらを描いていきたいと思います。では筆に絵の具を含ませて花びらと花びらの間にお花を描いていきます。はい、こんな感じに重なったところが色が濃く出て奥行き感が出てきます。はい、こんな感じで花びらの完成です。はい、では次にパーツをつけていきたいと思います。はい、ではセリアジェルのベース&トップコートを塗っていきます。はい、ではお花の真ん中にパーツを乗せていきます。はい、こんな感じに乗せます。ではライトに入れます。はい、ではこちらをセリアジェルのノーワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、こちらで完成になります。100円ショップの材料でも
こんなに簡単で可愛く水彩フラワーアートを作ることができます。春にぴったりなデザインなので、ぜひ皆さんも試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。